田頭、どこだ。兄貴、こっちだ。暗号が察し取ったのはこの辺じゃ。多分この扉の奥に何かがあるんじゃ。えらい錆びついとる。兄貴、ってのはさ、そいつをバラされたくない人間がいるから秘密ってんだよ。本当にあんたなのか、広瀬の親分。人の隠してるもんに首突っ込むもんじゃないよ。なあ、桐生さん。頭、あれはおやっさんじゃ。本当におやっさんが早う下に行くんじゃ。尾道の秘密を守るためにあんたは雄太や春人、そして遥のことも道具に使ったのか。おい高志だ、そこにいろよ。後でちゃんと訳話すから。おやっさん、ほんまにおやっさんは尾道の秘密を守っとるんですか。おいじゃけ雄太を牢と差し違えるように仕向けたんですか。そこをどいてくれ。高志らがあそこへ行っちまう。あんたとのんびりやってる暇はねえんだ。その前にあんたは広瀬一家の門に説明しなきゃならねえことが山ほどあるはずだ。なあ、どいてくれよ。頼むよ。なんとか言え、広瀬。そこをどけって言ったんだ、この野郎。じゃあ俺を倒していくんだな。
おやっさん。でかいレバー動かしたんじゃ。そしたら急にサイレンが。田頭、踊れがこれを。ヤマトなんかじゃない。それを超える超ヤマト型戦艦と言われた旧日本海軍の最高機密だ。